はい、どうも皆さんこんにちは。ライフイノベーションの山下です。今日からですね、具体的にお金の授業の内容に入っていきたいと思いますが、今日ご紹介するのは、ライフプラン表っていうものです。ライフプラン表って何なのかっていうところのお話なんですけども、まあ、こちらちょっとご覧ください。人生は選択の繰り返しです。私たちは常にですね、生活の中でいろんなことを選択していきます。例えばそれがお金のかかることであったりとかするとすごく悩みますよね。今使っていいのかなとか、いやもうちょっとこう頑張って貯めないといけないんじゃないかなとか、いろんなことを考えるんですけども、その選択の基準って何なのかなっていうことなんです。将来のイメージがあればいいんですけども、将来のイメージが全くないままにお金を使ってしまうと、これもしかしたら破綻してしまうかもしれないですね。けど、しっかりと準備をしておけば、そのお金に目的を持ってっていうことですね。前回お話した通りだと思います。お金に目的を持たせるためにライフプラン表っていうのを作っていく。じゃあライフプラン表って何なんだっていうことなんですけども、ライフプラン表は人生の選択に欠かせない家族年表のことです。家族年表ですので、ご家族が何歳の時、5年後のご家族の年齢の構成はどうなっているのかとか、そういうことを見ていくんですね。じゃあ具体的な、例に入っていきたいと思います。まあ、ライフプラン表ってこういうものです。まず縦軸にですね、家族の構成が入ってきます。お父さん、そして下にお母さん、そしてお子様、1人目のお子様、2人目のお子様、3人目のお子様というように、家族構成が書かれていくんですね。で、横軸なんですけども、ここから1、2、3へとずっと数字が書いてありますけど、これは1年後、2年後、3年後、4年後っていう将来のことをずっと書いてあります。でですね、ここで、お父さんの年齢が28歳、お母さんが26歳、そしてお子様が2歳です。真ん中のお子様が0歳、0歳生まれたばかりですね。じゃあ3番目のお子様は、これ実はマイナス3歳、将来生まれるお子さんの計画もここに入ってあります。でじゃあこれどうなっていくのかっていうとですね、例えば5年後、お父さんの年齢32歳です。そしてお母さんの年齢30歳、お子様の年齢が7歳、4歳、1歳、このようになってるんですね。これずっと見ていきますと、まあ、ここに書いてあるのは、ここ1番目のお子さんは6歳までの間幼稚園行きますよ、7歳から12歳までの間小学校行きます、13歳から15歳までは中学校、16歳から18歳までは高校、19歳から22歳までが大学に入ってますよということが書いてあります。それを見ながらですね、じゃあ5年後あるいは10年後、自分たちの生活はどう変わっているのかっていうのをつぶさに見ていくわけですね。これがライフプラン表です。まあ、家族の年表ですね、まさに。じゃあこれ30年後どうなってるんですかとかいうところまで見ながら、どこで、必要なお金が発生するのかというのを見ていきます。でこれを見ながらいろんなことが分かっていきます。その例をですね、一つ一つ紹介していきたいと思います。ちなみに人生の三大支出というのがあります。まあ、皆さんもご存知かもしれないですけども、一つ目は教育資金。お子様がいらっしゃられる場合は、小学校、中学校、高校、大学、どこの段階から私学に行くか、あるいは大学行くのか行かないのか、専門学校なのかどうなのか、そんなことも関係してくると思います。今は分かりませんよね、まだ小さいお子様の場合。ただ将来こうなっていくだろうなっていうことを想定しながら、作っていくものです。あくまでこれは人生の計画ですから。2つ目、住宅の費用です。もう住宅を購入されている場合は住宅ローンがいつまでかかるのか、あるいはまだ住宅を購入されてない場合は住宅購入にはいくらかかるのだろうか、そういったところを見ていくわけですね。そして3つ目、これが重要になってきます。老後の費用。まあ老後の生活費ですね。我々の世代は前回もお話ししましたけども、定年後に年金が本当にもらえるのかどうか、怪しいところですね。怪しい言うとありませんけども、まあ、分からないんじゃないですか。そういったところをしっかりと、チェックしてですね、もし、その時しっかりと受け取れなかったとしても、自分たちでも何がしかの準備ができるように老後に、かかる費用というのを知っておくということも大事ですね。さあじゃあ進んでいきましょう。事例を一つ一つ見ながら進んでいきたいと思います。はい、
それでは実際に事例の方を見てまいりましょう。ライフプラン表から見えてくる子どもの教育資金の準備ですね。今日はこの子どもの教育資金の準備についてどのように考えたらいいのかというのをご案内していきます。まずですね、先ほど言っていましたライフプラン表です。これね、今回は例で、28歳のお父さん、26歳のお母さん、3歳、0歳、まあ、マイナス3歳ですね、まだ生まれていないお子様の事例でやっておりますが、皆様もここにですね、自分たちの年齢あるいは、年表、この先どうなっていくのかっていうのを、しっかりと、ノートに書くですとか、もしくは、この、画像にも、間に合いはちょっと添付しますけども、下の方、説明文のところをクリックしていただくと、こういったものがダウンロードできるようにしとこうかと思いますので、それが準備でき次第、そこをクリックして出していただいて、自分たちでこういったものを作っていただけるような準備をしたいと思います。まずですね、お子様の教育資金っていうところで見ていきます。教育資金ってどこで一番かかると思いますか？例えば幼稚園、小学校、中学校、高校、大学。普通ね、お子様の年齢とかで見ていくと、まあ、小学校、中学校はまあ義務教育ですし、まあ、高校も公立行っていただいたらそうでもね、かからない。大学は国立行けるからみたいなね、ここでちょっと、やっぱり私立かなとか、私立じゃなかったとしても、まあ、大学ね、4年ありますんで、やっぱりお金がかかってきたりとかするんじゃないかなっていうふうに思いますよね。そして実際にお子様の教育資金がどこで一番かかるのかっていうのを見ていきたいと思います。例えばですね、一つのポイントとしてはですね、まあ、逆に小さい間もまあお金かかったりとかするかと思うんですけど、例えばですね、高校入るときですね、14年後、お兄ちゃんが高校に入ります。16歳ですね。この時は、いよいよ教育という費用がかかりだしたなというふうに感じられる方が多いと思います。で、この時はまだね、そんなに大変じゃないんです。なぜならば、下のお子さんまだ中学生です。一番下のお子様はまだ小学生の予定になってますから、このあたりはそこ、やっていけます。ただ、次からが困ります。17年後。ここはですね、上のお兄ちゃんが大学へ行きます。大学ね、19歳です。19歳で大学へ行きました。その時、実は大学入っただけでも大変なんです。下の真ん中のお子さんが16歳。実は高校に入るんです。大学生と高校生が同時に家にいるんですね。これ結構大変です。かろうじて一番下のお子さんまだ中学生ですから、義務教育期間中ということですけど、これちなみに高校私立で行くと大学と同じぐらいお金かかります。これ結構大変なんですね。だからこの辺もよくよく計画をしておくべきだと思います。ああ、私立に行くんかなと、高校私立行くやったらこんなんやなと、まあ、ここ公立行ってくれるやったらこんなくらいのお金かなっていうのをこう知ってもらうっていうことはすごい大事ですね。ですので、こう結構かかってきます。ですので、この辺からはですね、意外と本格的に教育資金が家計の中に負担になってきます。ですので、そこまでにしっかりと貯蓄のプランとかを立てていっておくということが大事ですよね。ちなみに、20年後、なんと、お兄ちゃん22歳です。下のお子さん19歳。これ、大学生がかぶってるんですね。しかも、一番下のお子さんがこれ、ちょっと3年大きくなってるんで、一番下のお子さんまだ高校入ったばかり、ここもお金かかりますよね。ですね、ここはかなりお金がかかってます。そして、まあ、お兄ちゃんここで卒業しますから、ここからはもう教育資金かからないんですけども、下のお子さんはまだ真ん中のお子さん大学行ってますし、高校、そしてここでもっぺんかぶるんですね。大学生が2人お家にいるっていうことになります。そうするとこの図から見ていくと、この家庭で一番教育資金がかかるのは、お兄ちゃんが大学に入学した時から真ん中のお子さんが大学を卒業するまでの間がピークです。すごくお金かかると思います。ここ、まあ、ここから先
もかかります。大学生がまだあと3年いますから。でここも割とかかるんですね。このライフプラン表を見ることで、あと何年後、ここでいうところの17年後から、17年後から23年後までの間が一番教育資金がかかるところです。だからここにターゲットを置いて、貯蓄のプランを考えていけばいいですね。そうすることで子どもさんの教育資金の心配はしなくてもよくなります。まあ、実際にどういうふうな、貯蓄の仕方をしていくのかっていうのはまた違うカテゴリーの時にご紹介はしていきますけども、お子様の教育資金を考えるっていう今日のテーマで言うと、ここの17年後から23年後このご家庭の場合は、集中して考えていく必要があります。皆様のご家庭の場合はまた違う家族構成でしょうし、年齢層も違うと思いますので、そのご自身の家族構成の中で、どのような教育資金がかかってくるのかっていうのをまず探してほしいですね。そうすることで、見えてくる目的、目標っていうのがあります。ちなみにこういった場合どこでじゃあ貯蓄していくのかっていうことで言うと、当然、上の子さんが小学校入ったあたりですかね、できる限りお子さんが義務教育の間に貯金はしていきましょう。ここが貯金スポットですね。この辺は逆にちょっと幼稚園とか行ってるといろいろお金かかったりとかするんで、もしかしたらちょっとしんどいかもしれないですけど、ここでしっかりと貯蓄をしていく。そして、いよいよ来る、教育資金のピークの、この、17年後から23年後までの間をしっかりとカバーできるような貯蓄のプランを考えていくということが大事なんですね。今日はここの家族構成から見る教育資金の、見方っていうところのご案内でしたけども、次回はですね、住宅の購入っていうところに入っていきたいと思います。楽しみに。